こんにちは、あやです。吉原って皆さん知ってますか？吉原とは江戸、現在の東京、日本の有名な遊郭でした。最盛期の吉原は貴族や庶民をもてなす遊女や芸妓が集い、国内外で名声を博した繁華街でした。しかし、その魅力の背後には奴隷制度に基づいて築かれた悲劇的な歴史があり、その痕跡は今日でも見ることができます。この地域は昔吉原と呼ばれていました。ここは17世紀に徳川幕府によって創設されたかつての遊郭です。当時日本の人口密集地ではが横行していました。政府は何かをしなければならないと判断し、京都、大阪、東京でそれぞれ1箇所ずつ合計3つの地域に限定しました。東京に指定されたのは吉原でした。吉原も城と同様に堀で囲まれていました。吉原に入るには唯一の出入り口である吉原大門を通らなければなりませんでした。この入り口には見返り柳という愛称で親しまれている柳の木も目印です。ここは常連客が快楽にふけった夜を懐かしみながら振り返る場所です。堀がある構造には吉原の女性たちは自分の意思で出ていくことはできませんでした。出口は一つしかないので逃げることは不可能でした。吉原の女性たちのほとんどは貧しい家庭の少女で、本宿から親に渡されたお金を返済するために働いていました。見返り柳から吉原に向かう道を入るとくねくねと S 字に曲がっています。これは右衛門坂と呼ばれていて、過去の吉原では遊郭に向かう唯一の道となっていました。先が見えない道の作りが特徴的で、華やかな遊郭を外から見えなくするためにこのような S 字の道が作られて今も残っています。吉原と江戸のその他の世界を隔てていた堀はもうありませんが、壁の一部は残っています。吉原弁財天は音楽と芸術の女神である弁財天を祀る神社です。多くの遊女が参拝した場所として知られています。遊女は性病により平均23歳で命を落としてしまうため、この神社に参拝することは彼女たちにとって非常に重要なことでした。上巻寺は投げ込み寺として知られています。ここには1855年の安政の大地震で亡くなった多くの吉原の女性たちが埋葬されています。桜鍋中江は吉原大門の正面の向かいにある馬肉料理店です。明治38年創業100年以上の歴史を持ち、明治時代には吉原遊郭周辺に30軒以上の馬肉料理店が軒を連ねていました。馬肉鍋は新鮮な馬肉の色が桜の色に見えることから桜鍋と呼ばれています。彼らが吉原で遊んだ後、会計の時にお金がなくなってしまい、借金の肩代わりに馬を預けて、それが桜鍋になったという話もあります。現在の吉原、この地域には
現在でも関連のビジネスが数多く存在します。現在かつての東京吉原地区を訪れるともう堀や門は見当たりません。関連のさまざまなお店があります。最も一般的なのはです。これは石鹸を使ってサービスを受けるビジネスです。現在日本でが認められているのは日本の法律では宿内での合意はとみなされていないからです。これにより1958年の禁止以降吉原エリアが現在も存続しています。今日は吉原の歴史を紹介しました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。